はい、おはようございます。MSTAPANです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンこっちゃきんぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをね、やっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日もね、コメント紹介からいきましょう。神コメントのミキマウさんです。この日のコメントね、見てください。びっちりスクショに入るんですよ。本当に天才もすごい。キラキラしてますよね。輝いてますね。毎日ね、本当すごくて、もうね、水を得た魚じゃなくてですね、ジャペンを得たミキマロさんみたいな感じでね、ほっと輝いてますけども、この日のコメント、スクショ2枚目ですね、3行目からですね、本日ファンタミステリーブルーという真っ青なファンタを見つけたので買ってきましたと、青色いちごよいしょーって書いてますね。めっちゃ面白い。というわけで、見た目真っ青で正体は不明ながら、パッケージに一体何のフルーツ？でも無果汁と書いてますと、当てる気で飲んだけどね、わかんなかったみたいですね。いろいろ考えたけども、まあやっぱ味がわかんないってことで、まあそんなこんなでよかったら僕もぜひぜひ試して何味か当ててみてくださいって書いてますね。このコメントでその商品のこと知ってね、買ってきました。さあ、今日飲んでいくのこちらですね。買ってきました。ファンタミステリーブルーとハテナって書いてますね。これね、色はまあ青いんですけど、ここね、ファンタの文字の後ろですね、見たらね、なんかね、みかんがあるんですよ。オレンジかってことはその味じゃないかな、なんてね、予想しちゃうんですけども、横にはまあバッチリ無果汁って書いてて、栄養成分 100ml あたりエネルギー 40kcal ですね。さあ、とりあえずね、飲んでいきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。キンキンに凍ってますね。テンション上がるな。ジョッキしか勝たん。よっしゃ、行きましょう。当てるでー。色がこれはめっちゃ綺麗だな。うわ、すごい色かー。人工的ですね。よいしょ。なんか匂いもいいな。色がめっちゃ綺麗。なんかどっかで匂ったことある匂いですね。甘そう。さあ、ぶっ決めていきましょう。ファンタミステリーブルーですね。いただきます。いってきます。乾杯。味は全くわからんわ。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてました。今日のやつですね、まあ飲みましたけども味全くわかりません。で、ここにですね、 QR コードがあって、多分ここ見たらですね、答えがわかるんじゃないかと思うんですが、違うね。これ答えを推理するってなって、僕は青リンゴを選んだら不正解ってなっちゃいましたね。おー、なるほど。変な味ですね。これは分からんわ。なるほど。ちょっと答えを知るために結構ね、調べたんですけども、答えを知ったんですけど、そして飲んでもですね、いやー、分からんな。ピンとこんな。まあでもやっぱね、これ系のドリンクって結構テンション上がるし、やっぱね、美味しいは美味しいんで、もしですね、飲んでみたくなった、気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、最後ね、次回告知、明日なんですけども、飯テロ動画のですね、その中にシリーズ化していこうと思っているんですが、熱々シリーズ、これをやっていこうと思います。前にですね、一回やったんですが、個人的には大失敗と思ってて、それのまあリベンジ動画をね、明日やってみようと思ってます。とりあえずね、明日その動画やってきますんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴ください。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ファンタテンション上がるな。オーライサンクス。